ダイエットとかをしてる時にね、はい、やっぱり砂糖とかだと太るとかっていうイメージがあって、どっちかっていうと砂糖じゃなくて甘味料っていうの表示を見て買ったりすることあるけど、甘味料って本当大丈夫なんですか？まあ、いろんな嗜好品、ね、いっぱい世の中に売られてるもの、はい、でカロリーがゼロなのに余計太るとか、はい、そうなんですよ。結局むくんでるというふうに考えた方がいいかもしれないですよね。あで砂糖の何倍も甘いのに、何十倍も甘いのに、はい、体の中では吸収されてないんですね、はい、でカロリーが、まあ、かなり少ないということは、はい、体に吸収されてもエネルギーに代謝されないと、はい、で組織には残っていくというか、はい、蓄積していって、言ったら甘味料というか甘いものの糖質って水を引き寄せるような性質を持ってますから、はい、結局むくみとして症状が出てくるんですね。ほうほうほう。それとやっぱり人の腸の細菌にはもう本当に細菌って1キロもいるんだけど、はいはいはい、その糖は人間の腸の中ではエネルギーに変えれないけど、はい、もしかしたら腸が悪い人ってバクテリアとかウイルスとかそういうのも住み着いてる人ってやっぱ可能性があるんですよね、はい、で彼らの餌になることはあるんですね、うん、だから病気のスイッチを入れてしまうような、はい、そういう可能性もあるわけなんですね。それは悪玉菌っていうんですか？悪玉というかまだこう違うけど未知のものってありますよね、うん、そういった菌の餌に甘味料はなっちゃうってことですか？なってしまう可能性は十分あるということなんですよね。だからね、何が起きるかは分からないんですよね、はい、でもいっぱいいろんな食品には使われてるんですよね。うん、そうです、はい。タバコ吸ってる人とかもね、最近よく見かけたりもするんですけど、タバコってあんまりねいい感じじゃないけど、やっぱりね、電子タバコはいいんですか？結局依存性があるように作ってるんですよね。メーカーさんはそれだけお金をかけて、はい、嗜好品としてずっと吸い続けるように、はい、いろんなテクニックを使ってるんですよね、はい。まあ、ニコチンは実際、まあ、入ってないと言われたりとか測定したら出てきたとか、はい、いろいろ言われてるんですけど、はい、その他の揮発性の物質っていうのは、はい、結構いろんなものが有害なものが入ってるんで、ニコチンとかタール以外のものでそういうものをやっぱりずっと吸うと脳に対してはどうしてもね、依存性が残ってくるんですよね。だから結局健康な脳じゃなくて、はい、なんとなく化学物質に汚染されたような脳の状態になってしまうんですよね。へえ、そうなんですね。でこうなると多分1000円1個か1000円になっても1箱だか、うん、でも買い続けるような感じで売れるようにものって作ってるから、やっぱり気をつけないとダメなもの一つなんですね。 あと脳みそに対して、はい、いろんなこう影響を与える中枢神経の障害を起こしやすいものの中にこういう虫除けですよね、はい。これ、服の上からね、はい、そうですだけしてくださいとか、そうですそうです、あとムラがないように塗ってくださいとかいうものもあるんですけど、もともと虫除けってディートっていう成分がよく使われてるんですけど、はい、これはアメリカ軍がマラリアの予防のために開発したものなんですよね。でこれ子供にやっぱりね使うときは注意しないとダメなんですよね。あそうなんですね。汗をかいて舐めてしまったとかね、はい、あると思うんですね。実際こう、はいはい、目に入ってしまったとか汗かいてこう拭ったりとか、ね、子供よく目腕で拭きますよ ね。あとは殺虫プレートっていうものがあると思うんですけど、はいはい、昔はね、劇薬に指定されてなんか印鑑が印鑑が必要だったっていうものが、はい、ジクロロルポスか、はい、でこれもともとは劇薬だったんですけどね、今はハンコがなくても買えるようにカテゴリー多分変えたんだと思うんですけど、あとこれだって人が長時間滞留するような場所には、はい、飲食する場所とかそういうとこには通したらダメですよって書いてあるんですよね。ただ皆さん何あんまり関係なく、まあ、そうですね、そういうところに、まあ、必要といえば必要なんで吊るすんですけど、ずっと吸ってたら健康にも良くないってことですね。気をつけないとダメなんですよね。生理機能が落ちたお年寄りだったりとか、はいはい、あと子供さんもそうですけど、ペットもねかなり注意しないとダメなんですよね。あペットがなんか具合が悪くなったとか、そうなんです、アレルギーよくあるんですよ ね、はい、例えば壁紙に吹きつけたら蚊、はい、がやっぱりずっと寄ってこないとかいうのも、うんうんうん、やっぱり気をつけないと、はい、例えば猫とか犬がいても毛にひっついて、はい、それをまた間接的に舐めるとか、うん、そうですね、そういうこともあるんですよね、はい、だからこういう、ね、化学成分農薬の中に相当するようなものは、はい、いろいろね、こう他の殺虫系のものは
気をつけないとやっぱりダメなんですよね。短期間では一時的には大丈夫かもしれないですけど、やっぱりずっと使ってる方って必ずいらっしゃるんで、そうですね、ずっとやっぱり影響出てきますよね。こういうものはやっぱり注意してください、ね。あと揮発するって言えば今思い出したんですけど、そのアロマお部屋に芳香浴として焚いたりしてて、ちょっと私たち主婦の間では流行ってたりするんですけど、はい、まあ、合成はまずダメとしても、天然なら絶対いいかって言ったら、その天然もこう精油って抽出するときに、あの、はい、昔ながらの作り方して絞っただけとか効かせただけだったらいいんですけど、はい、こう香りの成分を有効に活用するためには、はい、やっぱり溶媒を使って本来抽出されないものまで抽出しちゃってると有害なものまでやっぱりこう一緒に取り込むんですよね。で、溶媒も効かしてきますから、はい、それがあの天然の香りだと思って吸い込んだりとか、あと塗ったりとかする方もいらっしゃるんですよね。あ、じゃあなんかあの抽出するときに、はい、その化学的なものかなんかで一緒に抽出っていうか、そうですね、最後にエーテルは飛ばす、最後にはエーテルとか飛ばすんですけどね。でも本来は、まあ、邪魔な、これ抽出してきたら困るようなものも一緒に出してきてしまってるから、はい、有害なものも一緒に入ってしまってることがある。あ、だからピンからキリまであるのがアロマなんですね。だから絶対天然だからっていうことはないです、安全とか。あ、やっぱり自分で匂い嗅いでみて違和感があるような匂いだったらやっぱりこう怪しいなと思わないとか、ね、注意が必要ですね。注意が必要です。細かく詳しく嗅いでくれてるのも参考にしたらいいですね。そうですね、天然の香りかどうかっていうのを見分けて、はい、でそれから使うっていうことがすごく大事です。はい。